よいしょ。こんにちは、皆さん。お久しぶりです。皆さん、お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。主見、ひろのりさん、はじめまして、こんにちは。リア充です。こんにちは、やっほー、こんにちは、こんにちは。エビチュリさん、はじめまして、こんにちは、こんにちは。みつあみかわいい、ありがとうございます。坂道東急きな金星さん、はじめまして、こんにちは。新井リアです。多分初めての方もいるので、ちょっと軽く自己紹介をしたいなって思います。シティ483期研究生の新井リアです。広島県出身です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日リニューアルしました。後ろ多分気づいてくださっているかな、方いるかなと思うんですけど、ここはしました。そしてじゃん、いやっちゅう、こんにちは、こんにちは、こんにちは。いやほまる、いやほまる、モバメの登録したい、ありがとうございます。はるさん、ありがとうね。こんにちは、いやっちゅう、こんにちは、やっほー。インテックス行くのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ひろのりさん、よろしくお願いします。こんにちは、久しぶり、久しぶりです。かわいいね、ひろのり、ありがとう、嬉しい嬉しい、素晴らしい。しかし暑い、暑いですよね。もう暑いです、ちょっと半袖です今日は。こんにちは。電波安定じゃないかな、やばいかな。止まってたけど動き出してごめんね。お元気でしたか。お元気でしたよお元気でした。もうテストも始まっちゃって、テストで今勉強、朝はちょびっとだけお弁当勉強して、リアポンのコラボ配信早う見たいな。そうです、今日本当にやろうとしたんですけど、だけど本当にやり方も分かんなくて、全然申請してなくてできなかったんです、ごめんなさい。でもいつかやりたいなって。やっぱリアチュース本当に本当に嬉しいな本当にリアチュース、こんにちは、やっほん。ミーポンとのコラボ、そうまだできてないからやりたいなって思うんです。みつあみツイン、かわいい、ありがとう今日も可愛いね、ありがとうございます。リアチューに夢中って今気づいたよ今気づいた、ベスト期間だね、頑張れ、ありがとうございます。モバメ登録しました、ありがとう。テスト真っ最中、期間中っていうか中間テストなの。そうそうそう、テスト勉強してて偉い、本当に嬉しいありがとうございます。リアチュー、リアチュー来ました、また来ました、ありがとうございます。ミーポンと同い年、ミーポンと一つ違います。ミーポンが多分中学2年生で、私が中学3年生です。こんにちは。ミーポンとのコラボ配信できないの、そうやりたいんだけどね、いつもやりたいやりたいって言っとんだけど、すごいやり方が本当に分かんないから、なんか手順とか見たんですけど、コラボ配信の仕方みたいなのを検索したら出てきたんですけど、なんか私前やったんですよね、これこのやつで、だけどなんか
まず受信ボックスとかすごいそういうところがよく分からなくて、中学生には無理でしたね。ちょっとマネージャーさんにも聞かないとね。でもいつかは絶対やりますよ。近頃時間があったらやります。ともっちさんハートありがとうございます。ハートありがとう。もっくんさんハートのゲージありがとうございます。ありがとう。いつまでテストあるの？いつまでだっけ。でもね、中間だからそんな長くはない気がします。こんにちは、リアチ行く上なの。やっほー、ミンポと仲良し、このイメージ先行中。ミンポと仲良しです。何の教科が得意なの？体育ですね。体育めっちゃ好きなの。なんか体動かすことが好きで。こんにちは、コラボテスト終わってからでよくね。本当にごめんね皆さん。先輩に教えてね、先輩の方々に教えてほしい。教えていただきたいな。楽しみにしていたのにごめんね。絶対いつかやるから待っててね。3年生の勉強はなんかでもなんか思ったよりその激ムズってわけじゃないんですけど、なんかなんて言うんだろう、なんかすごい最初だから簡単に思うのかもしれないんですけど、なんか最初あたりはまだ追いつけてます。今日何時に起きた？今日は何時だっけ、8時前とかじゃなかったかな。こんにちはこんにちは。あみこみついもかわいい、本当にありがとうございます。どうもウニマニアです。ウニマニアです。こんにちは。一番苦戦してる教科はでも勉強したらいけると思うんですけど、今全然歴史を手をつけてないので、本当にちょっと今社会歴史がやばいですね。研究生ツアーを公演楽しみにしててください。でもね、出れるか分かんないね。体験メール来たよ、ありがとう。体験メール来た？なんかありがとうございます。ツアーのレッスンでもう始まっとるん？今日は G7 でたまたま休みで、もう多分 G7 開けたらどんどん入ってますよ、レッスン。頑張らないといけない。 G7 だから多分みんな帰ってんのかな、実家とかに。ウニ肉グミを合言葉に失礼。なるほどなるほど、みゆちゃん言ってたよね確か。外出に始まってイヤホンで持ってきて、今イヤホン買って、わざわざごめんね。のりさんとキューマイパスタさんごめんね、ありがとう。わざわざ私の配信のために。学業優先でいいからね、配信もメールもリアのペースでいいよ。本当に嬉しい、ありがとうございます。でも頑張ります。メールとかせっかく登録していただいてるからなんかね頑張ります。でも頑張ります。メール登録したい、ありがとうございます。ピルピルさんありがとう。こんにちは、久しぶり。お久しぶりですよね本当に。体育好きな、すごく分かりみ。こんにちは、また来ます、また来ます。来てね、また。配信してるメンバーが少ないこの時間に配信するのはセンスいいですね、ありがとうございます。センスいい、嬉しい。よかったなら、チューポンチューポン。こんにちは、頭良さそう。本当に？あ、本当にって本当に？どうだろう。
そこそこかなって感じ。よく良ければ良くもないみたいな。お簡単と言ったね。点数良さそうだ。あれこんにちは。ミッポのテストの結果聞かないでって言ってた。そうめっちゃやばいって言ってた。あのレッスンの時、あのいつも一緒に話したり一緒に行動したりするんですけど、すごいミッポあのテストやばかったって言えないぐらいやばいみたいな言ってた。あ、栃木のスーさんハート100個ありがとうございます。栃木のスーさんありがとう、ありがとうございます。こんにちは。あららら。ちょっと待ってね。皆さん、ちょっと、あ、ここどこだっけ。こんにちは。こんにちは。研究生ツアー、ありゅうちゅうが出るとこ、ぜひ行きたい。本当に？嬉しい。そんなお言葉いただいて、嬉しい。嬉しいわーい。本当にありがとうね。本当にありがとうございます。川里浦さんありがとうございます。こんにちは。リアチューが出演するとこは全部行きたいですね。本当に嬉しい。G7 どこが偉い人見れた？岸田総理さんならテレビで見ました。あ、でもゼレンスキーさんの大統領なら見た気がします名前間違えてたらごめんなさい。多分合ってます。多分こんにちは。リアチュー今魚釣り来てます。いいな。一回だっけ。一回なら行ったことある気がする。違う、修学旅行でも行った気がする。メバル結構前に撮った、めっちゃ前。ミーポンサミット中オンライン授業って言ってた。こんにちは。帰省してる同期多いね。リア中も実家に帰るの？そう、あ、私毎日実家帰ってます昨日ミーポンがコラボ配信したいって。そう、ミーポンとしたいんよね。だけど昨日電話してたんですよね、あの配信どうするみたいな。で明日するみたいになって、明日はしようってなって、今日しようするつもりだったんですけど、今日また朝ミーポンと電話したら、ゆくゆく考えたら、あの前日の9時までに申請しないといけないのに、すっかり忘れちゃってて、2人とも急遽できなかった。体験の最初のモバイルマカロンと一緒の写真出したの忘れたの。ああマカロンの写真ね、なんかこんな感じのですよね。めっちゃ恥ずかしい。どうでした？マカロンは美味しかった。マカロンね、結構初めてだっけ。マカロン、マカロンあんまり食べたことないの。レモンのマカロン、なんだっけあれ、なんかマカロンって味あるんでしたっけ。なんかただのなんか黄色とか、あの色のついたやつ、ただの着色料かと思ってた。なんか味は全部一緒で、着色だけ違うみたいな感じだと思ってた。ツアーに大阪個別に行くと楽しみがたくさんで、ワクワク、本当にめちゃくちゃ楽しみ。ぜひ大阪来ていただいたら嬉しいです。あの大阪のあの浴衣リア中をぜひ見に来てください。そしてお話ししてくださいぜひ告白だよ皆さん。こんにちは。イントネーションもそう、イントネーションがなんか学校でもたまにイントネーションおかしくなるの。あ、リア充モバメ取りました、ありがとうございます。テストの結果が楽しみや。いい、ちょっと期待。あ、でも頑張ります、めちゃくちゃ頑張ります。こんにちは。言えないくらいはよっぽどだねそう言ってたの、
レッスンで名前英語に直すとアルファベットが3つしかないんだ。え、そうなの？おお、確かにそうなのって。ああ短い短い短い。短い短い。こんにちは。カナダの女の子のいとこちゃんが好きな3期生はリア中だって言ってたよ。本当に？え、なんかめちゃくちゃ嬉しい。本当に？こんにちは。研究生コンセントリアポン出る日行きたい。本当に？嬉しいこと言ってくださる皆さんありがとうね。ゼレンスキーさん見に広島に行って聞いたかった。ああ、そっか。ゼレンスキーさん来たんだよね。ミーポとリアチはどっちが大人ですか？え？どっちなの？わかんないです。ちょっと決めてみてください。テレビではどこでも見れるよね。テレビではね。こんにちは。大人っぽく見えるけど、私より子供っぽいってミーポンが言ってました。本当に？え、本当に？ゆうちゃん、え、みーぽんが言ってました。私より子供っぽいって。私子供？わいはリア充好きです。本当に？本当に嬉しい。みりちん釣りやるの？そう、たまに、たまにというかめっちゃ前にね。今は子供と岩盤浴のかな、休憩中です。岩盤浴ってなんだろう、一回行ってみたいな。メバルの二次系、あ、そう、おめえ、そう、やったの、やったのというか、もうなんだろう、あれ食べた気がする。めっちゃ美味しかった。リア充の魚釣りできるの？できるの。そんなゆるい感じのチューポンが好きよ。本当に嬉しい。嬉しい。こんにちは。リア充美人さんよね。本当に嬉しい、ありがとうね。マカロン高級菓子やから俺ら庶民にはなかなか手が出ません。そう、マカロン高級菓子なの？なんか結構前に食べたことあって、なんか甘すぎたのかな、ちょっと甘すぎて苦手だったみたいな。だけど今最近食べたら美味しいってなった。美味しいってなった。マカロンアイスは食べたことないの。私トゥンカロン食べてみたい。いやいや、ちゃんと味あるのね、あるのね。ヤッホーリアちゃん愛してる、ありがとう。レモン味じゃないじゃん、マカロン。え、なんか何の味か忘れちゃった。自分マカロン食べたことなさ、なさ。かき氷のシロップみたいに味は同じなのかな。あ、え、そうなの。前の大阪地元やからリア充取ろうか。え、本当に？ぜひお願いします。私とお話ししましょう。お話ししてください。たくさん気持ちを私に伝えに来てください。嬉しい。大阪に来ていく、なんたら来ていくね。あ、ジンベイ、わかんない、なんたらベイ、韓国の大きいマカロン、トゥンカロンが、そう、あれ一回食べてみたくって。浴衣のリア充に告白だなんてもうお祭りじゃん。え、そうだよね、本当に夏祭り。そう、もう最高じゃんね。皆さん来てね。リア充の浴衣楽しみや、絶対可愛い。え、浴衣って選べるの？え、めっちゃ選びたい、あのめっちゃ選びたい。皆さんに素敵なお姿、私の姿を見せていただけるように。ともっちさん、姫ありがとうございます。姫ありがとう。なあこうさん、ハートハートありがとうございます。ハートありがとう。ひらりんハットさんありがとう。あのポットありがとう。ポットで合ってる、あのランプありがとう。レッドくん、あと愛の恋戦士さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。もっくんさん、ハートありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとうございます。どこからだっけ。
こか母の日にマカロン買ったからいろんな味の食べたよ。甘酸っぱいのが好き。甘酸っぱいのなんかあるんだマカロンに。私も好きかも。リアチュウ、ひょっとしてテニス部したら色白ですか。なんだろう、星になっちゃって。三つ目可愛いですね。ありがとうございます。今日三つ目です。じゃん、リアちゃんこんにちは。ヤッホー、ティルイさんかな。ティルイさんこんにちは。ヤッホー、ヤッホー、こんにちは。ミューポンに聞いてみようかな。ヤッホー、ミューポン学年は一つ下。うん、そう下なんよ。イチリサとチューポン、どっちが仲良しですか。イチリサ、ちょっと待ってね。いちりさ、あ、いちごちゃんとりさこちゃん。チーポンはどっちが仲良しですか。ええ、でも私とみーぽんめっちゃ仲いい自信あります。めっちゃ仲いい自信あります。かっこいい子発見。かっこいい子ありがとう。あ、かわいい子だ。ありがとう、嬉しい。いや、超おいしいって顔めっちゃ可愛い。本当に僕もリアチュに釣られたいんですね。キャッチ&リリースは私釣りましょう。釣りますね、ひろのりさんを。釣り上げます。本当にが口癖。え、そうなの。え、待って、言っちゃう。え、私意識してないかも。口癖かもね。リアちゃん、リアちゃんです。リアちゃん、来週ちぬく釣りに行くの。楽しみ。いいな、いいな。お魚おすす分けしてね。リアちゃんこんにちは、久しぶりに阪神来たよ。ありがとう、うちさん、ありがとうね、嬉しい。前に食べたのマカロンじゃなくてカルメ焼きだったとか。カルメ焼きってなんだっけ。ハローリアちゃん、今日もプリッチーやね。プリッチーってなんだっけ。こんにちは。勉強って自分のなりたい姿のために思えると、モチベが上がるかもです。なるほど。私なんかスイッチ入るときと入らないときがあるんですよね。なぜか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 。浴衣は何色。浴衣は、薄い水色か紫かピンクがいいかな。リアちゃんメール取りました、ありがとうございます。リアちゃん、リアチュ大阪取りました。あ、本当にありがとう、嬉しい。ぜひぜひお願いします。皆さんもこんにちは。浴衣着てお祭りに行ったこと、え、あるのかな。ジンベエならある気がするな。リアチュのブログ見たけど3期の中で一番なんだろう、気になる。トーカさんに浴衣着ていくの。そう、行きたいんだよね、トーカさん。めちゃくちゃでもスケジュールが空いてたら行きたいなって思ってます。そう、友達と行きたいなって話してたんですけど、でもね、スケジュールがまだ分かんないから。本当に前日とかに分かるから、スケジュールとかだから本当に行けるか分かんなくって、行きたいなって思います。今まで通りな浴衣選べるかもやけど、はい、結構早いもの勝ちなの。ちょっと頑張って早く行こう。お祭り行ったら何？お祭り行ったら私ね、リンゴ飴食べてみたいなって思います。でも一回なんかお祭りじゃないけど、たくさん屋台とかが開いてあるところ、屋台じゃないけど、中華街みたいなところ、なんだっけ、福山の時話せて楽しかったよ。本当に私も楽しかった、皆さんとお話できて、あの近くでね、嬉しいよ。ブログ可愛かった、未来しか見えんかった。本当に嬉しい。そんなリアちゃんのお話から撮りました。本当にありがとうございます。ウッチーさんありがとうね、嬉しい。レフネはまっすぐ進めようって曲しちゃいますか。あれですよね、カナダ探しますよ、もちろん。あれですよね、あの船はまっすぐ進む。
もお話し会も取りました。ありがとう、嬉しい。配信始めた頃より表情柔らかくなって感じがする。本当に嬉しい、ありがとう。こんにちは、北清水かも。北清水、北沢、いちごちゃんとりさこちゃん、こんにちは、やっほー。3期生の中学生はチューポーの2人だけなの。そうなの、俺も釣って釣りますよえ、かわいい、この絵文字ちゃんかわいい。目がキュルキュルしててかわちい。やちはテニス部引退したら色白なのかなって。ああ、引退したら色白になるかなまだ引退してないの。ガンバ紫白でリエチ、うちはつくち。ありがとうございます。皆さんなんか紫とか水色でなんかうちわとか作ってもうしまった方とかも本当に申し訳ありません。申し訳ありません、本当に申し訳ない。大阪の話し会追加しました。何話そう。え、本当に嬉しい、ありがとう。え、何話そう。と浴衣着て何話すね。ヤッホー、インテックス大阪、枚数増やしときます。枚数増やしときます。ありがとうございます、ありがとうございます。屋台のうがきは、そう、なんか屋台って言ったら私一回焼きのイメージなんですよね。匂いにつられて、なんか匂いね、3期の中で一番美人だよ。本当に、え、嬉しいうちさん、ありがとう。ロマンティックイカ焼き、ロマンティックイカ焼き、学校では有名人じゃないよ、全然有名人じゃないですよ。今まで通りですね、学校は。リアチの声も好き、本当にありがとう。将来楽しみだ。公式のモバミのページから無料体験メールを申し込みできて、リアチのメールがお試しでできるよ。本当に嬉しい、皆さんありがとう。出稿は神曲、衣装も可愛いね、本当に可愛い。推しメンにリアチュ、沼にとことこ、推しメンにリアチュ、本当に推しメンにぜひ私を入れてくれたら嬉しいな。あら、お話、お祭りのお話する、うん、どうするそうする花火見るのは好きだよ、めっちゃ。えほ、いつでも告白受け付けてるんだよね。そうだよ、いつでも受け付けてるよ。りあちゃん、紫で牛は作っとったけど、白でうちは作りたいけど、作ったけど、白でうちは作った、ごめんね、白でうちは作ったけど、白でうちは作りたい、ごめんね、白に変わっちゃって、申し訳ない。リア中の3色担当から決まった、3色2色なの、ごめん、ね、めっちゃ鳥の鳴きがする、ちょっと聞いてみよう。ん、今なんか聞こえた、すごい、なんだろう、歌配信も待ってみたいな。え、ちょっと頑張ります。こんにちは、白でうちは作るかも。あー、なるほど、わざわざありがとう。本当にリア、ブログのリア中写真可愛すぎる、本当に嬉しい、ありがとうございます。やっほー、こんにちは。紫かけ白じゃないの、そう、紫かけ白だよ。リア中の配信はいろいろな鳴き声でも癒されるね。ねえ、なんかごめんね、自然の声がツアーまでにはうちを作らなきゃだね、ありがとう。皆さん、鳥が話せるの、話せますよ、私鳥国出身だよ、ね、ちょっと鳥語はまだね、上達してないので、ちょっと鳥語はねまだ不十分ですから。やっほん、ミシェルボーイさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。栃木のスーさん、レインボースター、ありがとうございます。ともっちさん、ランプありがとう、ランプありがとう。今度鳥越しにもらえるお話し会に行きます。 OK です、
今度あの鳥語教えてくださいって言ったら私教えるのでね夜になるとカエルの誰がしを聞こえたりするのしそう。すごい合唱、合唱が始まっちゃうね。出席番号1番のことが多いのよ。6年いや小学生の頃ずっと1番だった。鳥語鳥語リアちゃんの今日の前髪の向きと TikTok の前髪の向き違う、えそうだっけ。なんか特になんか決まりというか私はないんですけど、なんかどうなんだろうね。 TikTok 撮影の時はあのメイクさんがやってくれたからかな。鳥子元気元気だよ、ありがとう。アーシャの写りが良き、アーシャの写りが良き、えそうアーシャがねいつか変わってほしいなって思います。あとちょっとで変わるかな。キャラの方向性が傾いた。子供の頃ハト飼ってたことあるわ。ハトすごい、えハトチュンチュン。鳥を教わって虜になりますね。お上手だね、お上手お上手、虜になっちゃってね。皆さん鳥語教えてもらって次は告白です。今度おでこ出しヘアみたい、 OK です。おでこ出しヘア 2.5 期生まではメンバー手書きのペンライトフィルムのグッズ売ってたけど残金まだ。そういつか多分出ると思います。出てほしい。ピチュ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 だ。すごい聞こえるね。リア充のトリコトリコ。お話会告白会、いや告白会に近いかもでもね皆さんあのねお話なんかあったじゃないですか、グループのあの3期が並んで。そうあのちょっと告白してるかくれる方いなかった気がするんですけど、勘違いでしょうか。ちょっと楽しみ、次期待しときます皆さん期待しときますね。今度話し会でどんなうちを作るか相談するね。ぜひぜひ。リアちゃん重め重まいそうとボブとかも似合いそう。ボブ似合うかな。あ3期生の生写真たくさん購入したからリアちゃんの出たらいいな。え本当に嬉しい、買ってくれて。めっちゃ泣くけど何の鳥なん、何の鳥なんだろう、私もわかんないねリアチのメール取りました、楽しみにしてるね、ありがとうございます。頑張って頑張って、あのいろいろブログとかおはようメールとかもね。リアチ最初で緊張したしちゃったんよしちゃったんよ。絶対結婚しような、そうしようね告白待ってるよ。焼き鳥は好き、あこんにちはこんにちは。焼き鳥めっちゃ好き、なんか一時皮が好きだった渋いけど、あの皮以外にもあの普通にあのもも鳥じゃない、なんかなんだっけ、ネギマとか。圧がすごいやっほ、ご飯食べたら遅れちゃった、メール取ってます、ありがとう。さえずり聞くと子供の頃親が明治色とウグイス飼ってた、いすっごい、メジロのメジロってすごい綺麗ですよね。たまに前公園で見た。来週おしましで告白するか、そうぜひお願いします可愛い手記メロラブラブ、ありがとう。主権です、福山でのお話し会で気になったので来ました。とんちゃんさん初めまして、ありがとう、嬉しい、ありがとう。リアちゃんの生写真出たら報告します、ありがとう、出てほしいな鳥さんは何色、鳥さん何色だろう。でも明治郎さんの色が可愛かった。ブログリアポンのツーショットめっちゃ可愛かった、本当に嬉しい。ツーショットでしたツーショット、リアチのことがススススススってなりに行きますね。ススススススの後何ですか、スの後鳥飼ってるんかと思って鳥飼ってないの焼き鳥つくねも美味しいよね、本当に美味しい焼き鳥、美味しい。大阪は行ったことある、あるあります、あの何度かミニバで行かせていただいた、行かせた行かせた行かせて、行かせていただいたことがあります
あのユニバーサルスタジオジャパン結構最近ですね。あの2日連続で行ったんですユニバ。多分ほぼ全部乗り物乗った気がします。ほぼあのユニバのあのハリウッドザドリームライドみたいな、なんだっけ、ハリウッドなんたらみたいな、あとバックドロップみたいなあれとか全部乗って、あとあのあれも乗りました、あのなんだっけ、あのばっかやってない、なんだっけ、あのジュラシックパークの中にあるあのジェットコースター、公園で見て鳥の種類が目白って分かるのはすごい、本当に嬉しい、理科で習ったの。川が好きなんや、仲間やった。今日カープサヨナラ負けしました。サヨナラ勝ちかと思ったのに、サヨナラ負けなの。フォロワーさん順調に増えてるね。増えてる、よかった、ありがとうございます皆さん、ありがとう。リュウチは3年だから来年もリア校になるんだよね。高校生になるの、リア中学生からこうリア子になるの。こんにちは、リア3期生の生写真買いました。リア中の写真出たらそれでダンんなんたら作っていい、ダン奥義、ぜひぜひ作ってください、お願いします。今後も何でも順番が一番に来そうだね。ブログもそうだね、ブログもね不安でしたけど、なんとかハリウッドザコ師匠かな。こんにちは、ジェットコースターマジ無理。本当に苦手なの。僕は鳥ならペンギンが好きです、食べたいです。え、ペンギン食べれるの。リアチューって JC、 うんそうだきょん、うちはごめんね読めんかった、来年はリア校になる。うちはありがとう、リア中なら選抜に入れる、頑張ります。本当に頑張らないとね。うちはだね、うちは14日にリア中のうちは持って行ってらこっち見てくれた、本当ね。リア中リア校リア大の流れか、なんかリア校なんか変な感じだね。ペンシルは鮮やか、エロとピーピーって鳴く声も綺麗です。目白さん優勝だよ。よいしょ。やっほー。リアちゃん、リアちゃんです。ちゃおちゃお。ひーちゃんさん、ハートありがとうございます。もっくんさん、ハートのゲージありがとう。ともちさん、紫のペンライトありがとうございます。ひーちゃんさんハートありがとう。そしてあやとるみかんさんランプありがとう、ランプありがとうございます。ともっちさん白のペンライトありがとうございます。ともっちさん紫と白のペンライト振ってくれてありがとうございます。ぜひ皆さん紫と白よろしくお願いします。ぜひ振ってください、よろしくお願いします。もう一遍聞くね、生写真からうちは作っていい、ぜひお願いします。ぜひ私の写真が出たらあの作ってくださると嬉しいです。やっほー。ここからやっほ、リアちゃんそろそろリア中の中は中学生じゃないと説明しないとね。じゃあちょっと説明しようかな。とリア中の中はリアル中学生でもなくて中学生の中でもなくて、答えは私がネズミ年なんですよね。私がネズミ年だから、ネズミをつけてあのネズミあの語尾にネズミの鳴き声を入れてリア中にしました。私がネズミなネズミ年です。ネズミ年の中よね、ありがとうね。土地のすずさんありがとう。やっほー。コメントが思いつかないのでおしへんしま、おしへんしま。
推し変しちゃダメだよ。了解しました、お願いします。あ、はるくんさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ハートありがとう。ペンライト級やよちゃんからですね、彼女も押してました。本当にちょっとなんか嬉しい。あとピカチュウも言われがれ、言われがちだよね、本当にピカチュウもだそうだったの。こんにちは、ネズミランドも好き。ネズミランドってなんだろう、リアチュウ ね、ネーミングが可愛い、本当に嬉しい。リアチュウでもそう、口じゃないの面白いけどリアチュウです。私もネズミだしゅうから、ノリチュウにしようかな。おお、私と同じじゃん、嬉しい。干支を決める競争で牛に乗ってゴール前で一番になったから、ネズミだしが一番になったって知ってる？え、なんか物語で一回見た気がするんですよね。なんか猫さんが本当になんか猫があのその何競技に参加する予定だったけど、その日にちがわかん焦りちゃったかな、わかんなくって、ネズミさんに聞いて、ネズミさんがその日程嘘ついて、それで猫さんはなんかあの違う日にあのなんか参加できなかったみたいな。リアチュウが可愛いでちゅう、可愛いでちゅう、ありがとう。ネズミなのに前猫耳つけてたような、あらら、リアチュウ、リアチュウ、リアチュウ、こんにちは、スイカイ。じゃあリアチュウがカラス同士で生まれたリアカーだったのかな。いやちょっとリアカーはさすがにやばいかな。もし私がちょっといろいろ試してみよう。牛だったらリアウ、え、リアモ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 ってなんか違和感かな。次トラがリアが、リアが、リアが、うん、次ウサギ、リアピョン、あ、違う、ピョンじゃない、ウサギってなん、どういう鳴き声するんだっけな、忘れちゃった。ウサギの鳴き声教えてください。こんにちは、ネズミひどいね、ネズミ、私はそんなにひどくない気がするよロンリーザウルスさん、はじめまして、こんにちは。猫さんうっかり、そう猫さんうっかり、そうだそうだ、猫を騙したのも今思い出そう、猫さん騙したの、ネズミさん、ネズミだし、ね、自分鳥だしなので鳥語わかりません。いや、わかります。え、ちょっと私がちょっと鳥語教えちゃおうかなお話し会で。お顔ドストライクです、ドストライクですか。こんにちは、リアもリア自身も嫌だな確かにリアもリアタイガー、リアガオ、ヤッホ、リアピョンはかわちいじゃん、リアピョン、うん、かリアピョンかわちいか、かわちいじゃんね、リアピョン、おお、リアピョンいいね、そこはリアピョンでねえ、ストラウ、タツ、リュウ、え、違う、タツ、タツってどういう、リアタツ、リアリュウ、レフストラウタツ、リアピョンでいいね、リアピョンかわいい、リアもタカ、リアピョン、かわいい、ヤッホー、いやモーターかカジュアル、じゃああれ、私はミューモーって名乗らんと いかんのか。ミューモー、こんにちは、チュウが一番可愛い説、本当にウサギは泣かないね、リアピョン可愛くてよき、大きウサギはリアピョンが分かりやすいと思う、そう、妹はウサギ年だよ、ウサギむしゃむしゃ言います、むしゃむしゃ言うのか、ヤッホー、リアチュウこんにちは、リアピョン、え、ね、かわいい、ビッグウェーブさんのコメント欄見ていただいたらわかるんだけど、すごいこのウサギ、どうやって作ったの、リアピョン、あれ今日三つ編みツイン、そう、そうなるとリアチュウしかない、リアタツ、リアリュウ、
リアゴン、リアゴン、もしかしてドラゴン見たことないの？あのアニメならあります。アニメというかテレビとか。リアリア試験です。シンジュラングリーさん、はじめまして、こんにちは。リア中がしっくりくるよ。リアチしっくりくるよね。間違えたタツのことね。そう、リアウッキー、リアウッキー、リアルドラゴン、リアドラ。おお、なんかすごい。リアゴン、ワイミドシです。ヘビドシです。ヘビならシャーとか、なんだろう、なんだろう。深夜剣シャー、深夜剣シャー、深夜剣シャー。竜、なんだろう。次はね、ウストラブタツミーってなんだっけ。ミー、ねえ、したらウタツミー、馬、羊、猿、鳥、犬、馬、馬ってなんだ。パカパカ、リアパカ、リアパカ。ウタツミー、馬、羊、羊なんだろう、わかんないね。ウシトラウタツミー、馬、猿、鳥、犬、犬、リアワン、犬、いい、イノシシ、ヤッホー、カズスケさん、はじめまして、こんにちは。リア中です。リア王読んだことあるか。リア王、リア中は血液型かな。私血液型はちなみに B 型です。ちょっとちょっと、ここからやっか。あ、はるさん、ハートありがとう。天然うなぎさん、天然うなぎはどこも居場所がなく他人と関わるのが、なんだろう、奥な、な、奥、奥な、ちょいびきオオカミさん、レインボースターありがとう、ありがとう。レインボースター、私のレインボースターこうだよ、レインボースター。あやとるみかんさん、ハート、たけさん、ありがとう、ハートありがとう、ありがとう。ヘビ初見です。インコパパさん、はじめまして、リアライリアです。リアチューだよ、リアチューことアライリアだよ。リアチューならみん、ちっぽくなる、ちっぽくなるヘビ、ヘビニョロニョロいいですね。リアニョロ、おお、リアヒヒン、リアヒヒン、なんかリアヒヒンってリアニョロ、グミにニョロをつけるキャラ、リアメ、リアメ、リアメ、おお、え、すごい、絵文字の使った絵が得意なの、すごすぎる、びっくり。リアパカ、リアパカ、リアちゃんの絵とは、私ネズミたち、自動投稿ハート100個投げたよ、ありがとうございます。あ、やったね、みかさん、ありがとう。羊どこ行ったリアメ、リアメかな。3期生の B 型誰がいるか知ってる？え、わかんない、なんだろう。リアちゃん B に見えないね、本当に。やっぱり B 型か、 B 型好きです、そんなに嬉しい。 B 型パリピですか。パリピ、パリピって何でしょう、パリピって何なの？ちょっと待ってね、調べたい。あ、調べなかった。ちょっと待って、パリピの意味知りたい。パリピの意味。あれ、違った。パリピの意味。集まっで陽気に騒ぐのが好きな若者たち。どうだろう。でもそんな、でもあのレッスン場とかでもミューポーと2人で多分そんなにみんなさんと会話しない感じだから、会話しないって言ったらおかしいけど、ミューポーとずっと2人きりなのでそんな集まってわちゃわちゃばしないかな。配信何時頃、そう、配信今日は今日の配信は2時半までです。リアちゃん可愛いね。ああ、よしよししたいね、本当に嬉しい。
ぜひよしよししてください。こんにちは、ようりあちようりあちりあちゅうみちゅうね。そうちょっとりあみなんか同じになっちゃうね。安定のピありがとう。パリピを知らんとは。今調べました。マラスキパリピはピパーティーピープル明るいです。パーリーピーポーリアチはパリピかな。パリピなの。社交的な人々それとも陰キャ。めっちゃ明るいって感じかな。なるほどね。リアチはそちら側ではないかな。どうなんだろう。リアちゃんネズミ。私はヘビかな。ユキウッチーさんと相性ユキ。よろしい。高校生になったらリア子。リア子になりますか。リア子になるかな。チューのままかな。ミューポン大好きやな。ミューポン大好きなの。親友何年。今14時53分。ありがとう教えてくれて。え2時半。2時半もう3時や。ええ嘘。間違えちゃった。3時半です。ごめんなさい。過ぎてる。ごめんね。ね、ごめんね、みんな。過ぎてるわら。やっほー。草もう過ぎてる。ごめんね。時を戻すかい。戻そう。よくあるよね。あの、アニメで。時を戻そう。チャラーンみたいな。面白い。2時半までよろしく。3時半までよろしくお願いします。瀬戸内海の沿岸からこんにちは。2時半は過ぎてごめんね。こんにちは。たまには名字の方で荒井中って呼んでもいいですか。あでもうん荒井中で。びっくりしてごめんね。時間経つの早いね本当に。こんにちは。うっかりや中うっかりや中うっかりや中だよね。3時半のことだと思って。ごめんね。チャラーンってあるよね。チャラーンって。私の立つですね。なるほどね。よいしょ。アニメたまにかな。ドラえもんとかたまに見てた。一つ一つの仕草も可愛い。本当に間違えるのも可愛いやん。本当に皆さんありがとう。うっかりしちゃいました。やっほー。時を戻そう芸人のペカの。ああそうだそうだ。なんかよく誰かがやってると思ってたの。あのアニメの方とか。シンガポールの時間で生きてるかと思った。そうここシンガポールじゃないよ。よかった3時半で。こんにちは。ごめんなさい間違えちゃったわ。うっかりしちゃったわ。うっかりしちゃったわって足がビリビリしちゃう。ビリビリ。おっとっと。そうあと今日何日だ。5月の21かな。でもあと約1ヶ月もないね。6月って。6月の24日の浴衣の告白会あとちょっと。嬉しい。楽しみ。浴衣も楽しみだし皆さんのちょっと期待しとくのでちょっと楽しみにしよっかなって思います。やっぱ足がビリビリしちゃった。助けちょっとビリビリの解消法教えてください。やばいやばいよ。足がビリ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 。こんにちは。うちは足日本のシンガポール。そうなの。まさかシンガポール歌える。あシンガポール歌えないかも。元ナンターズの新井中さん。待ち遠しいね。わかほんとに待ち遠しいよ。お金リア中のことがすす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 す。その後は何かな。すき焼きとか言わないでね。我らが告白するのそうかな。6月の告白会楽しみね。ぜひぜひ。親友リアちゃんと同じ仲良しだから相性よきね。えやっほ足をツンツンすると治る。なるほどツンツンします。やっぱあビリビリしちゃう。ちょっと待ってツンツンします。どこツンツンすればいいんだろう。ちょっと今足のね何だろう。足がこうやってあってこの足があって今ここポンポンしたんですけど。じゃん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 。コンコンしました。こんにちは。リアチューがかわいすぎて胸が苦しいですって。嬉しいです。
広島も暑い、山口も暑いの？ゆうちゅう、お話し会でゴミにチューつけて話してほしいです。本当に？オッケーです。ゴミにチューね。オッケー、覚えとく。ゴミにチュー。足足足。ゆうちゅうのことがダダ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 の次何？大根。ちょっとやめて。ちょっとね。大大あ言っちゃった。皆さんお願いね。足ツンツンしたら余計にしびれん。え、それどうやるの？広島は東海山のお祭り、6月になったら浴衣着るんでしょ。そう、あの浴衣着るのかな。でも友達何着るんだろう。多分私服って言ってたから、私服かも。ほっぺをツンツンすると治るらしいで。本当に？大根ってなんで分かったの？大根なの？ちょっと大根なの？大根で正解じゃない？大根ちょっと大根ね。ちょっとこれはショールームだからね、皆さん言ってないだけだよね。ちゃんとね、真正面になったら、私と二人きりになったら言うよね、言うよね。ゴミに忘れるに一票。すき焼きとか大根とか食べ物好きね。私あんまり大根好きじゃないの。会社で浴衣に着替えるんちゃう？そうかもね。そうだよ、浴衣着られて浴衣な、浴衣なお上手。東海さん久しぶりに復活だね。そう、6月2日からだっけ。家の用事が終わってやっと出かけました。暑いです。暑いですね、本当に。私のとこも暑いよ。気をつけてね。こんにちは。ごめんなさい、ほっぺツンツンになる。嘘です。嘘ですよ。嘘でしょ。ゆうちのほっぺったらムニムニ。そう、すごい伸びるの。いけね。ビヨーンって。ビヨーン。やっと。やっと。みんなが見てるから緊張するやんね。いやでもちょっとね、ね。ルフィか、ルフィか。ほっぺた団子2つください。ぜひね、あのお話し会とかで、あのエアで、私のここは私がいるので引っ張ってってくださいね。うやーって、すごい、伸ばす伸ばすの。ランディオートンさん、はじめまして。やっほん。さすが広島人、東海さんのお話、お祭りの日知ってるんだね。そう、知ってるの。行きたか、行こうとしてたから。そう、行きたいのだけど、スケジュールがね、空いてたらいいなって思います。皆様海の祝勝しましたか？ちょっと恥ずかしい。仮に降格しなかったらどうなります？殴ら、さすがに殴らないですよ。そんな私ひどくないよ。殴られたらね、さすがにやばいだよ。ファンの方がスマホも熱中症。スマホ前なんかテニスしてたら、なんか友達と、そしたらスマホ置いてたら、なんかスマホの画面がなんか書いてあったんだよ。いや、ごめん人間にやって。とうかさん浴衣着ていくよ。着ていくの？りあちゃん面白い。本当に俺らがホップ引っ張ったら捕まります。本当に引っ張ってね、捕まらないように。ヤッホー、スクショタイムして、スクショタイム。伸びる伸びる、リアン、ビヨンビヨン。こんにちは。殴られたらご褒美って人もいるらしいよ。本当に？こうやってポンって。今のリアチ忙しそうで、部活も早退までもう少し、体育あとちょっと。こんにちは。そろそろスマホ完全日にしてた。温度が高くなって電源が落ちる季節ね。暑いもん。ええの、こそっと引っ張るね。そう、こそっと引っ張ってね。私のコピーをビヨーンって伸ばしてね。ビヨーン。うん、スマホも実際に熱中症になるし、その間操作不能になるからね。よくご存知で、すごい。トーカーさんの日曜日は本州から船だけで宇品公園って帰りたい。宇品公園、ワイもクーラーつけてます。
クーラーつける季節だよ。もう暑いんだもん。ほっぺためっちゃ伸びるね。ほうそう伸びちゃったの伸びちゃったのって。ちょっと待ってね。浦部さんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。やっほん、本当にお餅みたいにビヨンだね。そうビヨンだよ。だから皆さんぜひムチッとして帰ってね。リアチュー、ほっぺ伸ばしてやる。リアチュー、かわいい。本当に嬉しい、嬉しい。そう、私最近席替えの、私班長になったんですよ。なんか班長決め、あの班長がその席を決めるんですけど、あの班、なんか最初になんか班長投票、班長推薦みたいなのみんなで紙書いて、あの班長になんかなってほしい人というか推薦書いて誰がいいみたいな。それで私選ばれて、あの 班長になって席とか決めたんですけど、もう最高の席にしましたこんな人が班長でもいいのかって多分思う、多分生徒もいると思うんですけど、あのでも多分楽しい席にしたので、楽しかったです。班長会議初めてなったなんか楽しかった。自分でなんか席決められるって最高だよね。でもちゃんとあのね、ちゃんとね、班長だからちゃんとしないといけないから、あのなんかその子は、その子が一人だったら、あのなんかいやだよねみたいなことを話し合ったり、この子はすごいお勉強得意だから、あのお勉強苦手なことを近くにして、あのお試合ができるといいねみたいな、そういうちゃんと話もして、あのそういう結果にしたけど、あのいい席にはしました。多分みんな納得してくれる席かなって思います。やっほー、本当にお餅みたいよ。サッチ、リアッチの冷蔵庫に白クマアイスを入れときましたよ。サッチ本当に白クマアイス、私のくだしゃい。うん、クーラーつけないと暑さで頭がクラクラするもんね。そう、ちょっと大村さん、あのダジャレが得意なの。班長おめでとう。そう、班長になったの。班長服替えしたらめっちゃ膨らんだ。どうなんだろう、班長の権力強い。神戸西から風吹いてるから涼しいの。いいな、人望あるやん。班長権制限使うの好き。あれれれ、どこかな。いや、美人班長ありがとう。リアッチュ、リアッチュの隣の席に座れる転校生になりたい。ぜひぜひウェルカムです。面倒見がいいタイプ、どうなんだろう、考えてますな。そう、でもやっぱり私がそうなったら嫌じゃないですか。だからその人もあの困らない。班長のリーダーシップすごいね。本当に嬉しい。次世代の ST のキャプテン決定やね。本当に嬉しい、そんなこと言っていただいて。次会った時班長と呼ばせていただきます。班長ってよろしく。班長リア、班中、班中。席替えてワクワクした記憶があるな。遠い過去ね、本当にめっちゃワクワクする。でもいいと思います。あのあそこの方とここの方が固まったら、あのすごい授業中死後が増えちゃうからダメだよねみたいな、班長さんがあの班長さん同士で話し合ったりねしたの。希望、あのまずとりあえず班長さんがあのまずメンバー決めて、でそっからあのなんかダメなところは、なんかダメなところはあの話してってみたいな、つくつけてみたいな感じ。受験です。
ガリガリ君当たったことありますよ。おばあちゃん家でガリガリ君食べた時当たった気がする。班長会議の時好きな女子隣にしてことある。本当に？ちょっと私を隣にしてね。ちょっとプロフィールに茶髪に見えるって書いてる。そう、茶髪に見えるの。多分今はあまり見えないかもしれないけど、めちゃめちゃ茶髪って言われるの。リアチュー、こんにちは。ぷぷぷ、バビルンさん、はじめまして、こんにちは。よ、ハンチュー、ハンチュー。リアチューの隣の席は空いてますか？そっか、座りそう。私の席の隣の子、これ言っていいのかな。まだ生徒に言ってないんですけど、ただ生徒多分いないので、なんかね、隣の子があんまりいなくって、あんまりが、なんかね、ほぼ隣いない感じなの、私の席。だから一人でちょっと快適なので、ぜひ一つ空いてるので、隣、本当にこれ本当なの。なんか隣の子というか隣の席がいなくって、それで私はメンバーを選ぶの、ファンのメンバーを少なくして、私のなんて席の場所によって変わるんですけど、一番真ん中の後ろがなんか女の子一人の席があって、私今そこなんですけど、そこにしたんですけど、そこです今。だから皆さん空いてるからぜひそこ座ってね。サラマンダーさんとかそこ座ってください。リアチの隣の席空いてますよ。キャプテンは道から班長へ、班長へ。俺の時代は席は9時やった。え、そうなの？小学生で私9時だったよ。告白は班長命令ということで校則厳しいかな、どうなんだろう。千葉県の小中学校出席番号が生年月日順で。そうなの？トラキチってアイスパー知ってる？え、なんだろう、トラキチって。みちに言うとか、次のキャプでリアチを候補にしてあげてって言っとくね。ちょっと嬉しいけど、まとめれるかな。リアチに夢中って見てくれてるの？あ、それ見てます、見てます。ハッシュタグで、アカウント持ってないけど、お母さんのスマホとかでたまに見てます。たくさんいろんな方が広めてくださるのでね。あ、やばくなっちゃった。髪が。大学に出たら席が決まってなくて、適当に座ってたら教科書を置き忘れることがなくなる。あ、なるほど。あ、ごめんなさい、画面が揺れちゃった。よいしょ、隣の席に。おお、毎日教科書見せてもらおう。見せてあげようかな。隣の席行きます。ありがとう。来てね。リアチュ。ヌラインドラケンカナさん。はじめまして。お久しぶりです。お久しぶりで。うぴうぴ。席替え届き時だったんだね。中学生はスカート短くすると、そう、怒られるの。めちゃめちゃ怒られるよ。私今めちゃめちゃ長いの。なんて言うんだろう、表現しにくいけど、ここが膝だとしたら、ここが膝で、ここが足だとしたら、多分真ん中より下だと思います。めちゃめちゃ長くしてる私。リアチの後ろにさっきから立ってる子がその子かと思ってました。リアチのさっきから立ってる子がその、さっきから立ってる子、隣で爆睡してたらごめんね。私が起こしてあげますよ。私がツンツンして動かしてあげます。ツンツンしてツンツン攻撃。前も中学生に戻りたいけど勉強ねえ、勉強上がるよ。やっほー。家中が隣の席だったら緊張して何も会話できんわ。いやいや、ね、リラックスしてね、告白も、あ、授業中告白してね。長いとダサいんやもんね。そう、ダサくなっちゃうよね。なんか昭和みたいな感じになっちゃうね。さかっちさん、はじめまして、こんにちは。下校時には短くなるやつです。いやでもね、私なんかスカートの丈とか小説変えるのが帰るために変えるのはしたことないな。猿が、猿泣いてる。いや多分猿はいないかな。夜はいるかも。
リエチと同級生だったらずっとそばにいたくなりそう。ぜひいてね、いてね。バナナ味のアイスバーです。九州限定なのかな。自分熊本に住んでるんで。なるほど、食べてみたい。気になる。こんにちは。絶対に短い方がいいの。ヤッホー、 ST よしさんはじめまして。ヤッホー。中学生の男子は相変わらず丸丸。リエチの隣だったら学校行くの楽しいだろうな。本当になんか私のおかげで学校楽しくなったらいいんですけどね。リエチならどんなスカートでも可愛くなるよ。本当に2番目に可愛いよ。1番目誰なの。嬉しい、言っていただいて。こんにちは、のりたまさんはじめまして。こんにちは。まずは学校でキャプテンシー一発式だね。一発機だね。範疇バエさんはじめまして。こんにちは。初見です。口癖です。そうだね授業中に手紙回すとか今もうないね。ないのね。最近はないかな。最近ないかなというかあんま見たことないね。隣がリアチュなら学校行くの楽しみになりそう。本当に職場の近くに神社の小山にめっちゃ猿がいて、ドキドキうるさいか時々うるさいから。そうなの。猿怖いよ。学校でも2番目に可愛いから男子にモテるでしょ。いや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 、絶対モテないです。残念なことに。モテなくていいんだけどね。学校でここでモテるこれ今日のファッション見せてください。今日は後ろはこんな風になってて、かぶれるやつなってて、服の下はこのひらひらです。白いひらひら。やちは学校でモテモテじゃないの。兵庫県の学校のスカート短い長いイメージ。そうなの。一緒かな。今日はおやつなし。今日おやつあるかな。クラスメイトでアイドルいてるって毎日楽しいやろな。いやいやいや、だって皆さんだってね、そんな多分思われたことないと思いますよ。そんな学校は楽しくなる方。指パッチンできます。指パッチンこうですか。ボボボク班長のことが前から実は大根今の中学生の男子の髪型丸刈り。丸刈りどうなんだろう。よくわかんないか。やちはだいぶ可愛い。本当に嬉しい。可愛い洋服。本当にここではモテてるよ。本当に嬉しい。学校では3番目なの。3番目なの。みどりん22日からガチイベ応援たの求むさんはじめまして。こんにちは。範疇かわいいよ。範疇本当に範疇嬉しい。半袖だけどフードがついてるのね。ちょっと不思議かな。いい日焼けして、そう日焼けしちゃってるね。日焼けしちゃってるかも。こんにちは。掃除しない男子怒ったことありますか。でもめっちゃ心の中ではなんか怒ってます。なんか私頑張って掃除してるのになんか喋って、他のクラスのこと喋ってるってね。ゆうち意外に俺らにモテようとしてるよね。もともとモテるん。そうモテようとしてるよ、皆さんに、ファンの方に。だけどもともとモテないからね、皆さんにね。いや中 STL トップクラスの内口さんあるからきっと人気メンバーになれると思う。本当にそんな嬉しい言葉をありがとう。いやいや、俺やったらリア中クラスに行ってたら絶対に学校行くの楽しいと思う。本当にそうなのかな。私の中学校が校則がかなり厳しかったです。そうなんだ。中学生ってなんかいきなり厳しくなるよね。掃除あるやるやな。本当になんか最近でもなんか全然しないから本当に嫌です。だからもう無視というか、そんな掃除しない人はもういい。範疇のことがすなんですか。家地に怒られたいから掃除サボりますか。怒っちゃうよ。新井さんって呼び出されたことある。でもなんか新井さんって言ってお弁当箱を忘れてますよって言われたことあります。掃除じゃないけど
新井さんって言われるんです。私新井さんじゃなくて新井さんなんですよ。心の中の気は荒いん荒いだけ。ちょっとなんかだってさ、掃除しない人って嫌じゃないですか。男子のこと蹴ったりしないよさすがに、いくらなんでも。ダメですよ、犯罪ですよ。やっほん。40分ぐらいこっそり大人くお配信見て我慢できずに米知っていました。ぜひぜひね、お話ししてね。みんな掃除サボってた場合詰みました。ちょっと男子真面目にやんなさいよ的な。そうでも言いたいけど言えない。なんか本当に何言ってるのか分かんないですよね。私たちの愚痴言ってるかもしれないし、よくあるあるなんです。なんか怖いですよ男の方って、あの今時の中学生だから。やっぱりね、ファンの方といた方が居心地いいの。そこは範疇の制限で扱いも。掃除サボって女子に怒られるタイプでした。そうなの？男子に早く掃除しろとか言ってそう。いやでもそんな言わないかな。広島のイントネーションや、ワイの洗いのイントネーションが違う。え、そうなの？洗いさんらしいですね。言われたい。俺も女子たちに怒られたことある。ねえ、皆さん結構あるんだね。私の中学校ではお菓子禁止ということでバレンタインチョコは郵送で。なるほど。でもバレンタインチョコなんか持ってる子がいたの学校に。言いたいことがあるんだよあるんだよ。こんにちは新井班長。早速 NHK の広島恋ラジに投稿しました。おう、リアチに怒られたら絶対言うこと聞きます。言うこと聞きますか。班長ならサバってる男子も怒らないとね。本当にいいね。ラケットのフレームで殴る。いやちょっとそう、ちょっとひどすぎますよ。ラケットで殴ったら犯罪だよ。こんにちは、中学生の男子はほうきで鬼滅ごっこやってる。あ、でも中学2年生とか1年生の頃ほうきで遊んでいた子いる気がする。中学生の男子よね。よいしょ。いやっていう、若い時は生きがるからね。生きがってもモテるのにね。新井のイントネーションは私の地域とも違う。なんて言うんだろう。新井さん。渋谷の団長さん、ファイト、ありがとうございます。ありがとう。ファイト、頑張ります。男子結構ほうきでチャンバラごっこしとって、ああよくあった気がする。卓球の球とほうきでよく野球してました。え、卓球の球なんかあるんだ。なるほど、男子はほうきで遊んでて掃除をほうきしてるんか。そう、いやでもなんかうん、そうかも。龍が聞くように新井さんって人できたけどイントネーション、あらい。え、難しい。野球をするためにあるんやで。そうなの？ほうきは掃除するのだよ。時々先生にリアンさんって、あ、そう、一回リアンさんとかって言われたことある。いろんな方にね。こんにちは、何この新井のイントネーション講座ね。ちょっとこのショールーム、あのイントネーション大会になってる。こんにちは、青森のあきらさん、はじめまして。こんにちは。もうちょっと皆さんとあの学校の掃除の話とか、あのイントネーションとかの話してたらもうまた時間があっという間に過ぎちゃった。あらい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 
あらいいかな、あらいい、あは普通でライを倒して上がらない、ああライ石田とか岸田さんも頭にアクセントくるのが広島っぽいね。石田とか岸田、リュウチュー好きだよ、直球ストレート、ぜひお話しから待ってます、パン。私ちょっと踊りようとか男子に言われない、そう言われないよ、多分私のこと知ってる人あんまいないと思う、どうなんだろう、あんま話さないし、まずなんか関わることがないくなくって、だから余計になんかね言えないんです、あの掃除のねこととか、なんか掃除だけ、なんか掃除だけなんかあの注意するくせに、なんかあのダメじゃない、なんか注意、掃除のこと、掃除は注意するのに、なんか普段喋らないくせにみたいな言われそう。リアチやノアペがコロナみたいですね。え、そうなの？リアチも気をつけて。そうなの？リアチやノアペさん。お大事にだね、本当に。まだコロナウイルス入ってるのかな？インフルかと思った。大丈夫かな？3時半に出かける準備します。ごめんね、見てくれてお話しくれるの初の練習しようね、一緒にしてね。3時20分、ありがとう、今日もあっという間に時が過ぎたね。リアチのメールサービスをお待ちしてます、ぜひ頑張ります、絶対に成功させようねのイントネーションが、絶対に成功させようねかな、学校じゃアイドルしないの、学校では陰キャさんになってるよ、はじめましてやっほー、なんて言うんだろう、なんて言うんだ、あつし違うかな、松田はなんて発音する、松田かな、松田、松田、班長会議で掃除を課題にしたらどうやる、なるほど、コロナが消えたわけでないからねえ、ありがとう、ワイも好きですね、メールの返信もリアチューに夢中、ええー、のいや、ぜひぜひ、親方投げ消しとかウインクとか釣ってくれますか、投げ消すは全然いけます、コロナはなくならないね、なくなってほしいね、お話し会で告白しよう、会おうね、ねえ、ネタ分からなくなって今の言えたんなら天才、本当にいちごの発音が最後上がるのがおもろい、いちご、いちご、あつしです、あつしさんありがとう、コロナインフルエンザと同じ扱いになっただけだからまだ流行ってる ねえ怖いね、最後に言います、だだだ、大根とかじゃないんですよね、さすがに絶対に成功させる、正しい言い方はミーポに聞き、 OK です、あ、なんかミーポなんかそんなこと言ってた気がする、絶対に成功させようねみたいな、違うかな、なんだ、大丈夫です、テンション上がります、本当にそうかな、のりさん、キューマイパスタさん、レインボースターありがとう、レインボースターありがとう、ドレミカーさん、ランプありがとう、そろそろね、壇上を読ませていただこうと思います、13位から、13位のりさん、あとキューマイパスタさんありがとうございます、12位タカタ、タカパパさんありがとう、11位 S 大村さんありがとうございます、そして10位、川里オールさんありがとうございます、すごいね、青い野球が好きな、9位もっくんさんありがとうございます、もっくんさんありがとう、そして8位ピロピロさんありがとうございます、7位はるさん、はるさんありがとうございます、そして6位ともっち、ハッシュタグリアッチ、ハッシュタグともっち、ハッシュタグリアミヨシさんありがとう、そして5位 KHK さんありがとうございます、そして4位栃木のすーさんありがとうございます、そして3位奈良西さんありがとうございます、第2位あやとるみかんさんありがとうございます、そして第1位天然うなぎはどこでも居場所がなく他人と関わるのが奥な、ちょいピコオカミさんでした、ありがとう、ありがとうね、天然うなぎさんありがとう、ありがとうございます、
これからレッスンが始まるので、できない時が結構続くかもわかんないんですけど、できる時とかあったらやろうと思うので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。またね。ちょっと待ってね。そう、ありがとうね、みんな。6月24日楽しみに待ってます。大根とか言わないようにしてくださいね。ね。そして鳥の講習もやるので、鳥語の講習もやるので、ぜひ来てください。鳥語のよし、じゃあまたね皆さん、バイチュー、またね、バイバイ、また会いましょうね、バイバイ。今度はまた会うのは生で会いましょう、バイバイ、バイバイ、またねー、ポチッと。